どうもいつもです。今回も厚塗りのクリスタで厚塗りの練習です。今回も模写なんですけれども、全然似てないんですけど、小泉今日子さんの、昔の映画、僕の女に手を出すなという、映画があるみたいで、ちょっと自分も見たこと確かないと思うんだけど、それのポスターかな、主題歌か映画のどちらかのポスターの、ものを模写しました。はい、全然似てないですけど、で前々からちょっと描きたいなと思ってたんですよ。それはなぜかというと、この着てるのがジージャンなんですよ。ジージャンで、今のジージャンと違って、昔のジージャンって多分1980年代だと思うんですけど、この映画が上映されたのって、昔のジージャンって今と違ってブカブカ、本当に大きなジージャンをみんな着てるような感じだったんですよね。だからこの小泉今日子さんが着てるジージャンもやっぱり漏れなく、ブカブカなんですよね。今考えてみると、昔のファッションってあれなんですよね、全部結構ブカブカなんですよね。考えてみると1980年代ぐらいの服は、最近はね、今はもうあれじゃないですか、結構ピッチリじゃないですかね。自分個人的にはブカブカとかキチキチよりはちょっとゆったりしてる方が自分は好きですけど、はい、一応ね、もういろいろもう頑張ってやりました。で、背景は実は本当は後ろの方に木箱がもう少しあったんですけど、ちょっと描くのがちょっと無理っぽそうっていうか、ちょっと疲れたっていう気もあって、ちょっと削除しました。はい、でいろいろもうね、でサムネ見てちょっとなんだこれはって思った方がいたら嬉しいんですけど、一応なんか、昔の写真っぽくやろうかなってやったんですけど、曲げられた写真みたいな感じで、でも結局はポスターみたいな感じでやったんですけど、古めかし折りたためられた、でもちょっとうまくできませんでした。